は中部国際空港から韓国のインチョン国際空港まで向かいます。韓国に着きました。地下鉄は空港から離れてて、外に出て、一旦外に出てから建物に入ります。ここ映画館もあるの。ほら、CGB。 ここで映画も見れるし、下でご飯も食べれるし。そうそう、すいません、じゃあありがとう。着いた。でもコンビニ行きたいからこっちです。改札近くにはコンビニがあるので便利で、いつも利用しています。コンビニ、コンビニ。あ、ユッケジャン好き。チャンケ、チャンケめっちゃ美味しい。何の見たことある。あ、美味しいや。これ可愛いね。コバ、コバ、うん、コバか、かぼちゃ、うん、めっちゃ可愛いし、美味しそう。私は韓国の辛いおにぎりが好きなので、それをお昼ご飯にすることにしました。で30秒チンして食べます。うまい。韓国海苔で包まれてる。あ、はい、おにぎり。そうか、めっちゃ10秒。めっちゃちょっとろけてる。機械用交通カード発電機です。ご希望交通カード充電を登録しました。あ、ちょっとちょっと、このせてください。この下のところに置きます。充電金額を選択し、現金を購入してください。1万ウォン。下にあるので、これ、はい、いますよ。専門あるじゃん。充電中です。しばらくお待ちください。充電中です。そのまま取らないでおいてください。充電が完了しました。領収書が必要な方は、領収書確保ボタンを選択してください。もう大丈夫って。はい、終わりです。ありがとうございました。改札は2つあるのですが、ユーバンニョルチャ、一般電車と書かれている方に乗りましょう。インチョン国際空港からソウル駅で乗り換え、大学路があるヘファ駅へ向かいます。空港鉄道から地下鉄4番線までの乗り換えはちょっと長いのですが、私はお金節約のために地下鉄を利用しています。大学路のゲストハウスに泊まります。今日皆さんを私おすすめの両替所へご案内します。そのまままっすぐ進むと両替所へ着くので、この動画をちゃんとチェックしててくださいね。終わりました。小学校、うん、両替所が見えてくるのが分かりますか。こちらの大使館前両替所もおすすめなのですが、大使館前両替所へ行く途中、右手にあるこちらの両替所もぜひチェックしてみてください。1日目の夜はアイスクリームケーキを買って、出前チキンを頼んでゲストハウスで食べることにしました。いつもチキンはネネチキンのスノーギーチーズチキンを頼んでいるのですが、とっても美味しくておすすめです。アイスクリームケーキも可愛くて美味しかったです。今日もくるくるトラベルを見てくれてありがとうございます。参考になったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。